ちょうど1976年の7月1日頃です。で、オビアン・ケノビをやっていたですね、あのアレック・ギネスはですね、同じ頃ロンドンにいました。ロンドンにいたんですけども、実はスター・ウォーズのスタジオに来ておりません。なんでかっていうとですね、いきなりですね、チェニジアでロケしていた時はそんなこと言ってなかったくせに、ロンドンの、ロケになるとオビワン・ケノビは死ぬっていうふうに言われたんですよ。ちょっと待てよと。それ話が違うだろうと。俺がなんか最後、無線で、X ウィングでガーッとデスターに突っ込んでるルーク・スカイウォーカーに、ルーク、フォースを使えって言うんじゃなかったのかって、ジョージ・ルーカスが、それはね、フォースで伝えることにした。オビワンはもう死んでフォースになってるんだよって言われて、ふざけんなと。そんな映画に俺は出ると言った覚えはないと言って、アレック・ギネスはですね、家に帰ってしまってですね、ロケに来てくれなく、ロケというかですね、収録に来てくれなくなったんですね。収録というか、まあ、撮影に来てくれなくなった。で、毎日、もうとりあえず撮影の合間合間にジョージ・ルーカスが散々電話して、謝って手紙書いてっていうのがちょうどこの頃です。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまた、バイバーイ。